打って出る。共についてこい。直ちにここから逃げられよ。かようなところに閉じ込められるとはかわいそうなことよ。さあ早く。そなた、その傷は。声が出ぬよう喉を潰されておるのか。足の剣まで、なんとむごいことを。じっとしておれ。抱きかかえて外に出してやろう。安心するがいい。そなたは私が守る。なんとも美しい望月だな。良い酒の魚になりそうだ。このお役目が無事に終わればだがな。お主、気が早いのではないか。目的の僧正方にはまだ先だぞ。まさか源氏の意地ともあろう方がこのような山奥の寺に預けられているとはな。まさに平家太平の世ということか。しかしこの御曹司、文武ともに優れているというぞ。
聞けば東高坊の角日に書や兵法を学び、僧兵に武芸を学んでいると。東高坊の角日、あの高名な、なかなか弟子を取らぬとの噂だが。その上さらに夜な夜な僧正方にで修行をしているというのだから頭が下がる。さすがは源氏の御曹司ということか。だからこそ我らも潜んで訪ねてまいるのだ。何か聞こえないか。剣をかわす音ではないか。噂の御曹司か、それとも鞍馬山の天狗か。やっ、ああ、シャナ、お前の顔もだ。それに、ああ、シャナ、俺の後ろへ。恐れ入ります。源氏が御曹司茶の王様とお見受けいたします。我らは源氏にゆかりある者、お願いしたい儀があり参りました。どうか茶の王様、我らと共に山をお降りください。我らは源氏に組する者として打倒平家のため立ち上がらんとしているのです。御旗を社の王様のもとに掲げ源氏を再興するのが亡き義朝公の悲願。どうぞ我らと共においでください。奴らの話を聞くつもりか。このような輩は今まで何度も来ただろう。だが打倒平家とは口ばかり、全てお前の力を試そうとやってきただけだった。いや、お前は優しすぎる。このような話聞く必要はない。なんと、我らの剣が信じられぬと。信じる理由がどこにある。常磐の前様のご意志だと申しても、御母堂は社王様をことのほか気にされ、すぐにでもお会いしたいと願っておられます。
常磐様は幼きあなた様を鞍馬に預けたのも本意ではなかったとお伝えせよと。シャナ、お前たちそのような妄言でシャナ王をたばかれると思ったか。身を偽ったばかりか、御母君の名を持ち出すとは許せん。我らのことを信じられぬと申すか。ならば致し方ない。本性を表したな。この刀は源氏が棟梁義朝様をお守りしていた亡き父より賜ったもの。この刀にかけ、俺が貴様らを許しはしない。黙れ。この場でその華奢な首二つ討ち取ってくれる。源氏に情けをかけられるとは。おい、行くぞ。シャナ、大丈夫か。何？気づいたか。何者だ。能登の神範次。貴様がシャナ王か。思っていたより線の細い顔だな。もっといかつい男かと思っていた。知っているか、近年京の都ではお前の名がよく取り沙汰される。先ほどの輩のような口さがない連中にな。生まれた時に父を亡くした源氏の抜歯、鞍馬の山奥深くに隠されていても文武に優れ、その血は争えぬとな。世間の噂など正直俺には関係ない。
だが源氏の評判どの程度のものかと思ってな、確かめに来た。シャナオ、貴様に勝負を申し込む。シャナオ、陛下との勝負など乗るべきじゃない。俺と戦え、源氏。言っておくが、俺は先ほどの連中よりずっと強いぞ。そう言うだろうと思ったさ。はっ！俺を軽くあしらえると思ったか。たかが寺の稚児に見くびられたものだ。そんな女のような細腕で。心配性だね。ビルシャナ戦記源平。休息はこれまで。行くぞ。俺を軽くあしらえると思ったが、たかが寺の稚児に見くびられたものだ。そんな女のような細腕で。俺とて源氏の侍のこの端くれ、シャラ王の前にこの俺と手合わせ願おう。止めたか。貴様の腕を見たかったからな。そいつを止めるか、あるいは
一緒に俺を撃つこともできた。残念だな。そうしてくれれば貴様と勝負ができた。だが主が止めたとはいえ、寺の稚児が平家の将を討ち取らんとする構図はできた。そのような意図はない。どうかな、皆そう言うんだ。そうだ、六原にこう告げようか。鞍馬山に謀反の意があると。明日にでもヒットライに来るだろうな。鞍馬寺も取り潰しかもしれん。そうかもしれんな。ならばシャナオ、主としてお前が決着をつけろ。お前が俺と勝負をするなら、先ほどの無礼忘れてやってもいい。シャナオ、ダメだ。俺が六原に出頭すれば済む話だ。しかし、お前を乗常殿と戦わせるわけにはいかない。乗常殿を撃てば、それこそ源氏の謀反と取られてしまう。シャナ王が勝つと決めてかかっているのには納得がいかないが、貴様らの心配もわかる。ならば勝負の方法を変えるとしよう。貴様らは武蔵坊弁慶の名を聞いたことがあるか？そうだ、夜な夜な京の町に出没し、侍に戦いを挑み、勝てば刀を奪う。今まで一人として刀を奪われなかったものはない。そろそろ奴を捕らえねばならん。シャナオ、俺とお前のどちらが先に弁慶を捕らえられるか勝負と行こうではないか。受けるなら先ほどの無礼は不問にしてやろう。受けられぬというのか？臆したかシャナオ。源氏の罰子は随分と腰が引けているな。悔しくはないのか？ではなおのこと、お前はこの勝負を受けねばならぬ。そうせぬなら、明日にも鞍馬の山を攻め、その稚児を捕らえてやろう。俺はな、シャナオ、お前の心意気を買ったのだ。なおのこと勝負したくなった。お前を戦う気にさせるには、ここを攻めねばならぬというなら致し方ないとまで思う。
どんなことをしてでもお前と勝負がしたい。これはお前への最大限の譲歩だ。期日は次の満月の夜が明けるまで。状況の確認だな。任せておけ。そうだ。貴様にも準備が必要だろう。勝負は公正でなければな。では次は今日の街で待っているぞ、シャナオ。すまない、シャナ。無人だな、あの乗常という男は。今時の平家には珍しい。この世の春を謳歌する中、どんどん貴族化していく者が多いが、それこそ仕方がない。生まれを考えればな。お前の才も隠しておくのは難しい。その強さも賢さも表に出てこないからこそ気になるのだ。元服しておかしくない年になった頃から、周囲のお前を見る目が変わったのは確かだ。だから心しなければならない。その秘密は決して人に悟られてはならない。俺はお前とその秘密を生涯守り抜く。
兄上、興が乗らない。白拍子の舞も見ず酒ばかりで、帰り見られるの花が哀れじゃないか。そのようなつもりはないが、そなたが言うならそうなのかもしれない。手酌なんてしているから今日が乗らないんじゃないの。さあどうぞ智森様。ああ、そなたの美しい手がついだのなら口に運ばぬわけにはいかないね。兄上の方がいい？抱き寄せるのが俺では物足りない？乱暴にするものではないよ、重衡。分かってないな、兄上。つまれの花は惨めだろ。もっとも兄上には花の方から勝手に落ちてくるか。そして結局倒りもせず振り返りもしないというわけ。随分と絡んでくるね、重衡。倒るのは本当に美しいと感じる一輪だけでいい。兄上、何？いや、何でも。少し考え事をね。遅参した、すまない。ああ、なんだよ、ノリツネ。相変わらずガサツだな。白拍子たちが怖がって行っちゃったじゃないか。俺は美しい花をめでていたのに。好きでもめでろ。抱けないじゃないか。知るものか。大体智森は白拍子の舞など楽しくもないだろう。そうでもないよ。あれはあれで気晴らしにはなる。そうか。俺にはわからんが、お前がいいならいいさ。おや、何やら機嫌が良さそうだね、ノリツネ。そなたが宴に顔を出すのも珍しい。そうだね、町に出たかと思ってたよ。今晩もまた平家の者が弁慶に刀を駆られたっていうし。まったく情けない話だね。このままじゃ平家の直れだよ。刀狩りの件は次の満月までに型をつける。なんだ智森、少しは聞いたらどうだ。俺のいとこ殿は戦上手なくせに戦にも武芸にも興味がなさすぎる。ないわけではないさ。そなたが話したいなら聞くのはやぶさかではないよ。次の満月の夜までに弁慶を捕らえる。そう勝負することになった。相手は源氏の抜歯、シャナオ。シャナオ？そういえば昨夜君はいなかったようだね。それに鞍馬の山から方法の体で逃げ帰った者どもがいたと聞く。もしかしてそいつらに案内させてシャナオに会いに行ったの？同道したわけじゃないが、連中に案内させた。あんまりやんちゃをするとお父上の範盛殿に叱られるよ。二人の父君の清盛様なら手をたたいて喜んでくれるだろうけどな。
どうせなら俺も清盛様の子に生まれたかった。ノリツネ。冗談だ。父上のことももちろん尊敬してる。だが戦場での武功は清盛様には及ばない。追随を許さぬ強さとはあのようなことを言うのだろうな。そんなにいいものでもないさ。それで？ああ、話がそれだな。それで昨日だ。男どもをシャナ王が簡単に打ち据えるものだから、がぜん興味が湧いてな。まさか、切り結んだ？もちろん打ち倒したんだろうね。俺はそうしたかったがな。一緒にいたクラマの稚児とやった。あれも相当な使い手だった。だが、そいつが俺の誘いに乗ってな。あわや俺を切り殺すところだった。ああ、それで難癖をつけて勝負を受けさせたってわけか。そういうことだ。なるほど。ノリツネもいつの間にやらそのような手を使うようになったのだね。いつまでも子供ではないということか。子供ね。ノリツネ、昔はいつも兄上の後ろをついて回っていたよね。兄上って呼んでさ。うるさいぞ重衡、もうそのような子供ではないさ。侍の家に生まれたからには武芸で負けるわけにはいかない。そのために励んできたのだ。噂に名高きシャナ王は俺と同年だ。同じ侍の子として捨ておけない。純粋に勝負がしたいってこと？ノリツネらしいな。シャナ王、千本まであとわずか。シャナ、いるか？ああ、すまない。写経中だったか。ああ、まず例の破壊層の被害は平家の侍に集中しているようだ。それで平家の連中の腰が引けている。
遭遇すれば必ず刀を奪われるから、そもそも会わないようにしたいんだろう。所詮平家の侍などその程度だ。だが例外もいる。能登守範経とその配下は熱心に弁慶を追っているそうだ。相変わらずの地獄耳だな。俺には全く聞こえないが。二人とも奥か。二人に紹介しておこう。こちらは吉次殿だ。吉次信孝と申します。金を扱う商人でございます。どうぞお見知りおきくださいますよ。金ですか？ええ、毎年欧州にて産出した金をこの京で商ってございます。ええ、シャナ王様はご存じないかもしれませんが、こうして商いができるのは欧州の治世が続くおかげ。そしてその治世は源氏の祖である八幡太郎様のお力のおかげで成し得たのだと欧州では言われているのですよ。いえいえ、欧州を治めている藤原氏は今日までそれを忘れた日はございません。そのお名は今でも代々語り継がれるほどですから、源氏の御曹司たるシャナ王様とお会いできたこと感無量に存じます。源氏の名を高く買われるのは今の京ではいかがでしょうか？それとも何か含むところでも？俊元、お前が警戒するのはわかる。だがわしの客だ。安心するがよい。失礼した。いえ、こちらこそ配慮が足りず、お恥ずかしい限りです。どこに耳があるとも知れませぬからな。二人とも、吉次殿はこの鞍馬寺に数日滞在なさる。その間、わしも本堂に戻ることとなる。積もる話もあるということだ。だがその前に、二人には引き合わせておこうと思ってな。吉次殿との出会い、きっと二人のためになろう。あるいは源氏の。
シャナ。おお、そちらは先の棟梁の忠臣であられた重成殿のご子息でございましたか。棟梁義朝殿をお守りして落命されたテテゴの生き様は何度も俊賢に語り聞かせたものだ。シャナオも優に及ばず、父同士の関係から学び、お前たちもそうであれと話したな。シャナオも俊元も己の父の顔は覚えておらぬ。だが彼らを手本とし成長してきたのだ。心意気だけは一人前の侍と言えよう。ええ、その通りでございましょう。私もその心意気にお力添えできればと思うものです。私にできることがございましたら何でもおっしゃってください。シャナオ、そなたそのようなことに興味を持っておったのか。おお、さすがは源氏の棟梁のご子息。心根のありようが違いますな。ええ、全くそうなのでございます。夜な夜な京の町に侍から刀を奪っていく破壊僧が出没しておるのです。とてつもない大男でえらく強いそうです。遭遇した者は皆一様に刀を奪われていると聞きます。もっとも奴に狙われるのはいたけだかな平家の者ばかりです。喝采する民もおりますよ。そうですね。何でもその破壊僧は刀を持つ侍の前に現れてこう名乗るそうです。武蔵坊弁慶、誓願あって刀を所望す。命惜しくば太刀を差し出していけ。しかもその者は元は比叡山の者らしいのです。あまりの狼藉ぶりに放逐されたと。比叡山の僧兵だったのか。一度仏道を志した者が何とも嘆かわしい。比叡山の元僧兵で夜な夜な都に現れるとてつもなく強い大男。
そいつが侍の刀を奪っていくと。平家の者が刀を取られるだけならいいが、いつその力が民に振るわれるかわからないのが恐ろしいな。それにしても、進んで世のことを知ろうとなさるとは、ご立派でございます。ご謙遜を。ですが、こうして噂に高いシャナ王様と直にお話ができてよかった。実は私、今日は一つご提案もあってきたのでございます。シャナ王様、一度奥州の平泉に足をお運びいただくのはいかがでしょう。はい、かの地は源氏にもゆかり深く、とても広い地域にございます。ぜひあなたに訪れていただきたいのです。それは。このような話、警戒されるお気持ちは当然かと思います。ですが、私はシャナ王様の身を案じているだけなのです。平泉はこの京の遥か北東の地。番地のように思われるかもしれませんが、実は全く異なります。京に劣らぬ美しさを誇る、広く壮麗な都です。そして、先ほども申しました通り、源氏への恩義を忘れぬ土地でもあります。最たけた源氏の棟梁のご子息とあらば、もろ手を挙げてお迎えいたしましょう。はい、京の都は平家のお膝元。ここではままならぬこともあるかと存じます。なればこそ、都以外の地を見るのも良いかと。それに地方では平家の所業に怒り、打倒を望む機運が高まっているようです。平家がそれに気づいていないはずもありません。もしも地方の有力者が源氏の御曹司と結びつこうものなら、平家にとっては不都合。気の流行った平家の者たちが焦りからシャナ王様に何をしでかすか。お前らしいな、シャナオ。お前はいつも心優しい。ええ、まさしく。これこそが人の上に立つ者の器量ということなのでしょうな。器量のある者が期待を背負うのは世の習いでもある。シャナオ、その覚悟はしておくがいい。
そなたは自分を分かってはおらぬ。すでにこの鞍馬寺という器ではそなたを収めきれぬ。そなたに会う前は生き延びるだけの技を与えればそれでよいだろうと思っていた。そなたと俊元の二人、ひっそりと生きてゆくのをこの鞍馬山で見守ろうと思っていた。だがそれは誤りだとすぐに悟ったのだ。人は皆その人なりの天命がある。当人が望むかどうかではない、天が与えた運命なのだ。そなたが源義朝殿の血を受け継ぎその名に恥じぬ才を持つのは紛れもない事実。シャナを忘れるでない。その身がどうあれ、そなたは義朝殿の血を受け誰よりも侍としての才を持つ者。時は殿はきっと信じておられたのだ。そなたには源氏の子として天与の才があるはずだと。だからこそ時は殿はそなたをこの鞍馬寺に託したのだ。そのために己の処遇の一切を平家に預けた。ご立派な心がけだ。会えば平家に謀反を疑われる。そうなればそなたの命も危ない。そのようなお考えあってのことだ。各日様、本日はお目通りの機会をいただきありがとうございました。今後のこともございます。まずは一度ご報告をと思うのですが。そうだな、話は宿坊にて伺う。今宵は長い話になりそうだ。二人とも、わしのことは気にせず、今日は休んでよろしい。わかったな。それでは失礼いたします。ただの客かと思えば随分と堅能な話を。確日様もシャナの心は知っているはずなのに。わかってる。だがああいうやり方はお前が困るだけじゃないか。そうだな、勝負の期限も迫ってる。すぐに出よう。
サナ、あと少しだ。今日の都に入る前にこれをかぶっておけ。担ぎだ。これで顔を隠しておいた方がいい。不用意に平家の連中に顔をさらさないよう気をつけるんだ。角日様たちとの話を思い出したのか。シャナ、あまり思い詰めるな。確かにお前が背負うものは大きい。だが、これだけは忘れないでくれ。俺はいつだってお前の味方だ。父上が義朝様の忠実な部下だったように、俺もお前に忠誠を誓うと決めている。父上は義朝様のために死んだ。俺も同じだ。何があっても俺がお前を守る。当然のことだ。将を守って死ぬのは侍の誉れだろ。別に己の命を軽んじてるわけじゃない。俺が守るべき将はお前だと言いたいだけだ。諦めろ、シャナ。これが俺の信念だ。必ず貫いてみせる。ああ、そうだな。武蔵坊弁慶を捕らえねば。今宵もまた来ないつもりか。ノリツネ様、どうかなさいましたか。いや、何でもない。それより、お前が弁慶の噂を聞いたのはこの辺りか。はい、そうです。この辺りでいかつい僧兵を見かけたとか。ちとそこらの者に話させます。おい、出てこい。平家の尊いお方の御用だぞ。少しお待ちくださいませ。まったく、今日の民草はしつけがなってなくて困ります。おい、開けろ。早く出てこないか。平家に逆らうつもりか。
いい、やめろ。ですが、我ら平家に逆らうなどもってのほか、今すぐ戸を開けさせますゆえ。俺は別のところを探す。話を聞きたいならお前だけでやれ。焦りすぎたな。不確かな情報だと分かっていたのに、確かめずにはいられぬとは。同じ情報をあの者も聞いたかもしれぬ。そう思ったら出てこずにはいられなかった。シャナオ、お前には絶対に負けぬ。平家の横暴な振る舞いを恐れて、人も都もすさむ一方だな。数年前と比べても空気が全く違う。おそらくな。弁慶の情報を集めている際に聞いたのだが、貴族たちの住む界隈も治安がいいとは言えないらしい。シャナ、気になることがあるなら先に済ませてしまった方が憂いを残さずうまくいくこともある。時は様のことが心配なんだろう。この都の様子では心配するなという方が無理だ。俺たちは滅多に山から降りられないし、行くなら今しかないぞ。私のことが気になるようだね。それでいい。子が母を案じるのは当然だ。行ってこい、シャナ。俺はその間、あの破壊層を探しておく。お前も常盤様に会った後、今日の街を探索してくれ。気にするな。俺がお前に勧めたんだ。会えるのなら会った方がいい。いつもの合図と同じでいいだろう。本当にお帰りになるのですか？今宵はお泊まりいただけるとばかり。せめて車の用意をする間だけでもお待ちくださいませ。
価値では危のうございます。危ないって俺たちが？別に心配なんていらないし。そうだね、夜風で酔いを覚まして帰るだけだ。ですが例の破壊層のこともございます。私どもも恐ろしくて恐ろしくて。そんなに怖いなら早く屋敷に戻りなよ。さ、行こう兄上。あ、重衡様。酔いざましなんて嘘ついてどうしたの？嘘？どうだろうね。ひょっとしたら例の僧兵に興味があるのかもしれない。それで歩いて帰るって言ったの？確か乗常が探しに出ていたね。対決している場面に出くわしたらさぞかし見ものだ。兄上がそんなこと言うなんて。明日は槍でも降るかな。やはり一人では難しいか。カムロを返したのは失敗だったかもしれない。話を聞こうにも誰も出歩いていないし、誰か来るな。少し話を聞いてみるか。おい、そこの。貴様は。まさかここで顔を合わせるとは。それはこちらのセリフだ。主はどうした？答えるわけがないだろう。それよりまだ弁慶を見つけられていないようだな。勝負に勝つのはこの俺だ。いや、シャラオだ。何を根拠に。そちらこそ。なんだ貴様は。総兵か。総兵だと。今の水音、川の方か。くそ、貴様待て。武蔵坊弁慶、誓願あって刀を所望す。命惜しくば太刀を差し出していけ。その名乗り、まさか本当に。お主の命も川に落ちたにも興味はない。その太刀を置いてとっとと去れ。しかし太刀を取られるなど侍の恥。拙者はどうあっても太刀をいただく。恥よりも怪我を取るならそれもよかろう。太刀はここに置く。所詮は平家の侍よ。
おい、貴様が武蔵坊弁慶か。いかにも、拙者に何用か。こいつが。なんだ、子供ではないか。友だと。ふざけるな。ガルト、拙者子供の相手はせぬ。どこぞの侍の子であろうが、武勇伝を欲して倒れるには早すぎよう。拙者とて子供から太刀を奪ったとあっては、恥にこそなれ誇りにはならぬ。怪我をせぬうちに家に帰れ。こんな言葉で引き下がるとでも。我が平家の侍の太刀を奪った輩にかような侮りを受けるなど言語道断。何では、お主は。我が名は能登守範経。いざ尋常に勝負せよ。平家の金太刀が自らお出ましとあらば話は違う。拙者、平家一門に因縁がある。その名を聞いて見逃すわけにはいかぬ。お主一人か二人まとめてか、おのか相手に本気もあるまい。拙者はどちらでも構わぬぞ。ふざけたことを。など俺一人で十分だ。早くシャナに知らせなければ。でも本当に久しぶりだよね、兄上とこんな風に二人で過ごせるのは。そなたは随分忙しくしているようだったね。調べ師たちとの遊びのこと、つまみ食いするにはちょうどよくてさ。そこまで極上なわけじゃないけど、いい餌って感じだよ。やりすぎたって相手は気づいてないし。そう、しかし過ぎたるはなお及ばざるがごとし、あまり遊びすぎるもんね。兄上がそう言うなら控えるよ。飽きてきてたし、戦の方がよほど楽しい。ああ、兄上と一緒にまた戦場に立ちたいな。ここまで暇だと平家の栄華も考えものだよ。平家の栄華か。そなたは今が栄華の盛りと思っているのかな。まさか、これから先もっとずっと繁栄するよ。父上だけじゃない、兄上と俺がいればこれ以上の栄華は当然でしょ。ああ、確かに。なんて、平家の栄華を信じる重衡に水を差すのは面倒だな。だからといってそう楽観的にもなれない。そもそも栄華など何の価値がある。何の変化もなく心も動かぬ毎日にどんな楽しみが。戦すらただの作業だ。立てば必ず勝てる戦場に心躍る重衡が羨ましくすらある。季節が巡れば花は咲く。変化などどこにもない。
今、香りのような何かが。一体何だ？どうかした、兄上？いや、この屋敷はどこの誰のものだったか、と思って。一条長成の屋敷かな。立ち寄るの？うだつの上がらない男って話だし、もてなしは期待できないと思うけど、確か塀の穴を修理する余裕もないとか。うん、では迷惑にもなるからやめておくとしよう。だが酔いざましにぐるりと歩いてみようか。兄上も物好きだな。ま、急いでないし別にいいか。母様、母様、姫がちっとも泣き止みません。若君は心配しなくてよいですよ。よしよし姫君、いい子だから泣き止んでくださいね。姫君は母様がどこかに行ってしまうのが心配なのでしょう。大丈夫ですよ、ずっとここにいますからね。ずっと？それ、母様の名のように？時は、とは、とはにということでしょ？ええ、そうですよ。この名の通り、ずっと一緒におりますからね。本当にずっと一緒にいてくださいますか？源氏の皆様のもとにお戻りになられないでしょうか？心配はいりませんよ、若君。今の母は一条のもの、源氏とのご縁は絶えておりますから。母様。あらあら若君、甘えん坊ですね。そこにいるのは誰だい？怪しいやつ。兄上、ここは俺が。いや、そなたは控えておいで。ここで一体何をしているのかな？
そなた。なぜ泣いている？ああ、気づいていなかったのか。そなたは兄上、大丈夫？え？ああ。早く追おうよ。兄上に無礼を働いたんだ。なぶり殺しにしないと。あの涙、まるで月の光のようだった。兄上？兄上ってば。ああ、何でもない。少し驚いただけだよ。さっきのやつは捕らえないの？この月夜の中、もう一度出会えたら考えてみようか。はあ、一応追う気はあるんだ。何せ生まれて初めて月を美しいと思ったからね。よくわからないけど、じゃあ早く行こう。焦らずとも、もう一度会えるさ。この私が、初めて追ってみたいと思ったのだから。まったく面白い。この気まぐれも存外悪くないものだね。小賢しい真似を、誰かへの合図か。よそ見をするな！平家らしい立ち筋だな、ロトロカミ。相手が避けぬとでも思うか。ほざけ！その口、閉じさせてやる！ならば力ずくでなされよ。腕の一本や二本覚悟していただく。重ねて無礼な！逃げるか！まさかこの機会は逃さぬ。押し寄せる全ての兵器は拙者が討ち取るのみ。全ての平家だと。乗連様、ご無事ですか？お前たち、なぜ来た？カムロから乗連様の探索がこちらの方だと聞き及び、お役に立ちたく参じました。近くまで来て御身をお探ししておりましたところ、笛の音が聞こえ、たどり着けた次第。あれが例の破壊層ですな。早く乗連様をお守りしろ。残りの者は弁慶めにかかれ。
おう。ほう、平家の侍にも少しは骨のある者がいると見える。ふざけたことを申すな。覚悟せよ。おりゃ、やめろ。お前たちは手を出すな。これは俺の戦いだ。いえ、乗常様はお下がりを。どうぞ橋のたもとの方へ。乗常様、そこで我らの戦いをご覧くださいませ。皆の者、ひるむな。落とされたぞ。化け物じみた強さだな。一斉に襲いかかれ。しかし橋の上では大勢で攻められぬ。くそ、お前ら皆下がれ。いけません、乗常様、危のうございます。ここは我らが。うるさい、下がれというのに。あいつは俺が捕らえねばならないんだ。もう来ぬのか。それならばこちらから行くぞ。覚悟せよ。来たか、サナオ。シャナオだと。あれが例の源氏の意地か。もしや弁慶との戦いに乗じて乗常様にあだなすつもりでは。なんと。ならば源氏を捨ておくわけにはいかぬ。弁慶は橋の中央にいる者に任せよう。我らは源氏が意地を捉える。おう。心配はいりませんよ、若君。今の母は一条のもの。源氏とのご縁は絶えておりますから。